ようございます。らっちゃあっという間の最終日ですな。ねえ、車見て。え、車がいっぱいだ。本当だ。あれも車、これも車、あれも車、これも。今朝の朝ごはんは、はい、2日目と同じここで、はい、朝食バイキングで、お、スリー、ワン、ワン、トゥー、スリー、フォー、ファイブ、ファイブ、シックス、オー、シックス、セブン、セブン、エイ、ワン、ナイン、テン、テン、イエーイ。ピアー君大変や。これを見てくれ。雨。え？18時まで大雨警報。しらちゃん今日大雨や。マジ？あじゃあ。ちょっとこれは早帰らなあかんのちゃう。動物園絶対行きたいのに。エッグベネディクト美味しそう。まあでもタイってどうなるか分からんし、降ると見せかけて降らない時もあるし。帰りの車激混みらしい。シラチャからバンコクに向けて。ねえねえママ、でもそうなったらシラチャについてからどこにも行かずに帰ることになってしまう。キズルーム行く。動物園についにゾウに会えると思ったのに。どうしたもんか。味噌汁うまい。後悔が来るな。昨日もう言ってた。まあ昨日言ってたらトニーは着いた瞬間に爆睡してただろ。まあね。うん、タイは前日にさ、その天気が読めないからさ、コロコロ変わるから。ただ今日の時って 90% って書いてて、重大な気象って書いてる。重大な気象。この子が怪我したんだって。うわ、痛いよ。でも鼻が届くね。今行ってみてもいい気がするけど。すぐ行くならすぐの方がいい。天気予報の情報だと一応今雨降ってるんだけど、まあ、雨降ってないから。でちょっとあっちの方もね、ちょっと天気ちょっと青いし、まあ、行けそうだなってことで動物園行ってみます。車で20分ぐらいですし、まあ、最悪雨降ったらすぐ帰るということで、まあ、せっかく来たからね、行きましょう。動物園行くぞ。行きたい？行きたい。で、最終日にして部屋紹介をしっかりしてないということに気づいたので、ちょっと今から今回泊まった部屋を、まあ、ざっと紹介したいと思います。まず入り口玄関になんかでっけえ収納がありまして、でキッチンありまして、レンジあります、冷蔵庫あります。でなんかここら辺にこういう食器類が入ってますね。でこのキッチンの下にゴミ箱、海外はこのキッチン下にゴミ箱があるね。テーブルがあって、こっちにテーブルがありの、こっちにも冷蔵庫がある。でテレビが一つあり、ここにね扉があって、ここ閉めれるの良かったっすね。トニーを寝かしつけた後にこっちに移動してゆっくりするみたいにできました。でここにベッドがあって、こっちにもテレビある。まあこれは使わなかったな。ほんでデスクがあって、クローゼットがあって、でトイレ、トイレねめっちゃ広くて良かった。洗面台とトイレと、あとシャワーとバスタブがありました。結構広いよねバスタブも、うん、シャワーのところもかなりここ広くて、子供と一緒に入るにもね狭くなくて良かったです。こんな感じの本当になんかちょうどいい広さの部屋でございました。うん、ねえ、よっしゃ動物園行くぞ。ゴー、最高の家族だ。Yeah!
動物園ぐずってたのに動物園の写真見せたら行く気になってね。そうそうそう。だいぶゆっくり過ごせる。うん。これからシラチャズーへ向かいます。ズーに向かうぞ、ズーに。どんなズーだろう。どうだろう。ちょっと雲が増えてきたな。怪しい空気が出てきた。頼む。雨降らないでくれ。シラチャにはね、カオキアオ動物園っていう、もうとんでもなくでかい動物園があるんだって。それもね、一見の価値ありらしいんだけども、今回は、ちょっと小さめのシラチャズーというところに行きます。いろいろ調べた感じ、そっちの方が、より小さい子向けの、ちょっと小さい触れ合いが多い感じの動物園で、良さそうだった、でゾウもいるし、ライオンの赤ちゃんにも触れるし、すごいねそれ。ね、ライオンの赤ちゃんだって。ライオンの赤ちゃん触れる。え、ここだよな。なんか明らかに動物が。ほらほらほら、ゾウさんゾウさん。シラチャパーカンズー、これだ。着いたよ。着いた。ゾウさんだよ。ゾウが。オッケー。オッケーオッケー。あ、チケット、Thank you。Thank you。はい、着いた。ゾウの等身大のオブジェ初めて見た。ね。等身大。ぱっと見ガチモンのゾウかと思って。リアル。ね、リアルだ。着いた。ここです、シリパーク&ズー。風が強いね。あ、なんだ、サリカーしてる。サリカー、カワウソがサワリカーしてる。カワウソか。大人100バーツで、140センチ以下の子供は無料みたい。で、なんか100バーツ払ったらこうクーポンがもらえて、このクーポンで動物のご飯とか買ってあげられるみたいよ。いいね。いいですね。リーズナブルですね。ねえ、お安い。あ、なんかちょうどいい好きっぷり。うわ、見て見て見て、ほら。鯉だ。おいで。なんかちっちゃい鯉だ。ちっちゃい。え、なんかちっちゃくない？ちっちゃいんだけど、ミニサイズの鯉。ちっちゃいね。あ、でもでかいのもいるわ。今から大きくなるんやわ。おー、すごい。お泳いでるね。お魚泳いでるね。わー、ご飯あげる？ご飯あげる。あげる？ガチャポンでできるんだ。ほら、ガチャポンにご飯入ってる。鯉のオブジェが可愛いね。あ、見える、水面が。あ、本当だ、鯉見える。斬新。すごい。斬新や。いや、ちょっと多すぎるな。え、こんなにいんの？すごいな。うわ、すごいね。鯉の池の下見たことなかったね。いっぱいいる、ね、よし、ガチャって、頑張れ頑張れ。よいしょ。あ、出た。それ鯉のご飯。鯉のご飯あげに行こう。あ、俺らが立ったらこっちに来た。おー、来た来た。うわー、すごい、来た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 。賢い賢い。来た来た。はい。初日のカモンを思い出したね。みんな植えとる。ポイってポイ。どうぞって。うわー、ピチピチ具合がすごい。うわ、もう水面から出てるで。うん。うわわ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 。うわわわ、もう魚の上に魚が登っちゃって、すごいライブ会場みたいになってる。はい、ビビってる。頑張れ。せーの。うわー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 。すごいね。行くよ。うわわ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 、ちょっとちょっと、ええー。喧嘩した。喧嘩した。すごいね、喧嘩してる。
もう魚の上に魚が乗っちゃってんだよね。ねえ、もう世紀末や。うわあ。命がけやな。うわ、これちょっと集合体恐怖症の人が見たら、うん、ゾッとするかもしれない。ねえ。次行こう。おもてなし行為は楽しかったね。楽しいな。あ、ワニやで、ワニ。うわ、ワニだ。オブジェがさ、可愛いのもあればリアルなやつもある、ね。そうだね。これ可愛いけど奥のトラめっちゃリアル、ね。奥のトラ怖。あそこのワニも。うわ、でかっ。怖っ。大きすぎる。ワニだよ。ワニ。ご飯あげたいんだもん。そうなのかな。うわー、すごいね、大きいね。すごいな、これ。怖い。お腹空いたのかな。うん、ガブって食べられちゃう。わ、トラと腕相撲できる。トラと腕相撲できるってよくわかんない。肘壊してるわ。あー、ほんとだ。めっちゃ走ってる。バリ怖い。どういうモチーフなんやろ。うわ、あ、いいね。わけわからん。うわ、でも怖いやろこれ。あ、カエルもいるよ。何やろカエル。何なの。ふんぞり返ってるわ。ちょっと待って、気持ち悪い。え、うわ、気持ち悪い。虫だ。ゼミでかい。リアル。あ、めっちゃ怖い。無理無理無理。めっちゃリアル。ゾッとした。セミ。ママはもうセミが怖すぎてパパのとこまで行けません。写真を待ってるわ。はい、チーズ。かよいこう。ていうか、オブジェ見に来たわけじゃないから。いやいや、オブジェも楽しもうよ。動物みたいな。あれはエルビス・プレスリーかな。そうやね。お花の奥にいるね。お花だ。あ、ちっちゃいヤギが、かわいい。かわいい。かわいい。ちっちゃいヤギさんいる。ね、ヤギの赤ちゃんだ。かわいいね、このサイズのヤギ。ね、かわいいね。あんまり見ないね。あれもお母さんかな。あ、でもお母さんやね。おっぱいがすごいわ。あ、お母さん。カンカンに張ってる。これ見て、ヤギ。ヤギだね。かわいいね。大きいヤギだ。うん。これはなんだ。トカゲだ。ほら、ここ見て。動いてない、まだ。動いてないね。顔がぐるぐるきた。こんにちはって。こんにちは。あれ、こんにちはって言わない。言わないね。こんにちはって言わないね。おとなしい。ハリネズミ。ハリネズミだ。ネズミさん、チクチクしてるネズミさん。ほら、動いてる。チクチク？うん、グーグー寝てるんだよ。ハリネズミ。あ、ライオンの赤ちゃん。ライオンの赤ちゃん。え、結構大きくね。大きいね。シンバだよ、シンバ。シンバだ。一応シンバと触れ合えるらしいけど、ちょっと怖くなってきた。大きいな。思ったよりでかい。負けそうだ。普通にめっちゃでかくねえか。でかい。なんかピーラーみたいだね。なあ、ほんとだね。中型犬ぐらいでかい。あ、でもね、ライオンだって、ライオン。赤ちゃんというか、思春期ぐらい。パパのライオンは可愛いけどね。ちょっと怖くなってきた。ママ、うん、もうちょっとだけちっちゃかったらよかった。だって同じぐらいやで、多分。ママとパパのライオン。ライオン出てる。可愛いね。ちょっと警戒してるね。うん、警戒してるね。眠いのかな。うん、眠いのかも。あ、ゴロンしてる。あら、なんか人に慣れてる感じ。あ、かわいい。かわいい。かわいい。プレーリードッグだ。プレーリードッグ。ほら、立ってる立ってる。プレーリードッグ。もう立ってる。プレーリードッグのハムスターだ。ハムスターに似てるね。
ハムスターよりちょっと大きいね。なんかお店屋さん。あれかわいい。あ、本当だ、お店や、お店やってるみたい。かわいい。あ、近づいてきた。おお、立つね。お店やりたいのかな。ねえ、やりたいのかな。あ、来た来た来た。あ、来たよ。尻尾振ってる。あ、来た来た来た。トナツっこいぞ。ねえ。トナツっこいじゃん。ちょっと待って。こいでいで。こうやってするのもパワーで。パワーショベルでね。あ、かわいい。上手だよ、穴掘るの。お店やってるのかな。お店やってるのかな。お店ね、お店屋さんみたいだね。いらっしゃいって。すごい、お猿さんだ。お猿さんだ。Is this オラウータン？オラウータン。オラウータン。おお。おお。サリカ。おお、すごいすごい。サリカ。サリカ。すごい大きい。あげる？あげる。じゃあこれをあげてごらん。お口に。あ、欲しがってるよ。もうちょっともうちょっと。どうぞ。もうちょっともうちょっと。あー、ダメだ。あっちの子にもあげない？いらないみたい。いるんだよ。いるって。はい、うん。うわー、すごいすごいすごいぞ。あげれる？うわ、すごい角やね。うん。あ、食べたそう。すごい、耳だれの。どうぞ。ちょっと亀とこ。あ、亀とこ？亀もいるね。ん？大きい亀でしょ？うん、大きいね。亀がいる。あ、本当だ、大きい。亀の下に本物の亀がいるね。あ、本当だ。亀の下に亀だ。いいな。亀が亀を守ってるぞ。ほら、どうぞって。うん、上手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 できたね。うん、どうだろうね。怖い？ちょっと怖い。怖いね、大きいもんね。この目線で見ると結構怖い。あ、ほら見て、しまじろうだよ。あ、しまじろうがいる。しまじろうがうわ、あんた誰？しまじろうだ。あんた誰？しまじろうと一緒に写真撮る。しまじろう何を持ってたんやろ、これ。なんか持ってるっぽいな。なんか、あんた詰められてんのかな。はい、チーズ。ミーアキャットだ。兄弟かな。かわいいね。あげる。ミーアキャット。あ、ここはね、あげれないんだよ。あるから。うん、そうそう、このご飯食べないから、これゾウさんにあげに行こう。ミーアキャット、かわいい。イーロキャット、バイバイ。サバンナの映像だ。お、立ってる立ってる。イーロキャット、よく見るやつだ。よく見るやつ、同じ方向向くやな。ついに念願のゾウさんです。わー、タイに来て初めてだ。こんにちは、こんにちは。ほら、お花、バナナあげてみる。はい、じゃあママと一緒に行こうか。よいしょ、行くよ、せーの。大丈夫だ、大丈夫大丈夫。お花にどうぞってしてごらん。うん、あ、いるよ。ほら、お花にどうぞって。ほら、あー、食べた食べた。まだいるって。
い。お花にあげて。うん、お花に、お花にちょうだいって。ああ、ねえ、そうだね。お風呂の子もあげてるね。上手だね。できた？うん、できた。おお柔らかいね。上手だね。あの子のお父さんも。あのゾウさんにもあげる？お嬢さん。パパが。パパやっていいの？うん、あげたらいいのに。ちょっと怖い。はい。おお。もうなくなっちゃうよ。ほら。リンゴあげな。リンゴあげてみ。頑張れ頑張れ、大丈夫、優しいよ。さっきできたじゃん。できたね。頑張れ頑張れ。すごいすごい。行ってらっしゃい。うわすげえ。行った行った。バイバイ。そしてジャングルの奥地へと消えていった。さようなら。おーすごいすごい。おーすごい。あどうだった？シートベルトもないからさ、なんか水の中をザバーンと入っていくアトラクションがあって、うん、すっごい揺れるの、シートベルトないからさ、もう落っこちるんじゃないかと思って私必死に。え、水の中あんだ、ね、あの中。なんか序盤に水たまりがガーってあって、ザブーンって。やったね、ゾウに乗りたかったって言ってたじゃん。クマちゃん、クマちゃん、怖かった？怖かったの？ちょっと怖かった。楽しかった？喉乾いた。すごいな、ついにやったな。ゾウに乗った中だね。こんなのもできるらしいです。エレファントスイング。エレファントスイングやりたいな。え、やる？いいよ、全然、もう今しかないよ。こんな機会なかなかないんだから。どうやってやるんやろ。あ、トゥーだと、あーの。あ、これできない。トゥギャザーの。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ。さきちゃんだけやる？あ、うん。ママがゾウさんの鼻に乗るって。見てて。お、行きます。わ、わー、すごい。おー、おーすごい。あ、高い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 。あ、すごいすごい、危ないよ。すごい。おー、あー、ここか。どうだった？うん、楽しかった。なんかね、ブニブニしてて、あと鼻の毛がチク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 してて、でふわって上がって下がりました。いい写真撮れたよ。ほら、あーすごいすごい。アイコンにしたら。タイに移住した感めっちゃ出るやん。これやりたい。体重制限大丈夫？体重制限大丈夫かな。俺80キロあるけど、ちょっとパパ行ってくるな。ちょっとマカレに行ってくるってよ。え、こう？あ、うん、こう。あすごいすごいすごい。すげえ。強い風だ。から持ちだ。あれ。あれ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 、なんか。やってるやってる。いいないいな。
うわすごかった。どうやった？マジでモンスターパニック映画のさ、うん、食われる直前ってこんな感じなんだろうなっていう、くれて、わかれて、あーってでっかいイカにさ、こう、船、持ってかれる、巻かれるすごいねすごい。パパ、ゾウさんに持ってかれてた、すごかった助けようとしてくれたの、もしかして、最後引いてたなワラビーだ、かわいいね、かわいい。ワラビー、敷地自体はさ、うん、敷地自体はめっちゃ広いわけじゃないけどさ、うん、いっぱいいるね、たくさんの動物が、ね、これ、このゾウはなんだなんか上下関係あるなあ、この中入れるよ。え、ほら、イグアナがいるわ。うわ、ほんまや、ほら、イグアナがいるぞ。あそこ、あそこ、こっちにもいる、横にも。あ、ここにもいるよ、黄色いの。わあ、すごい、こんな触れ合える。そこにもいる。うわ、ここにもいる。うわ、いっぱい。あそこにもいる。うわ、そこにもいる。ほら、おいで、おいで。ちょっとこっちでもいるだけど、うん、いるだけど、腰がひげてるぞ腰がひげてるね。うん、いるね、うん、おいで、うん、優しいよ、優しい優しい。こっちも優しいよ、大きいだけで怖くないよ。あ、うんち、うんち踏んだ。え、あ、うん、パパがうんち踏んだよ。うんこ踏んじゃったイグアナのうんこ。うわ、お猿さんだ、ちっちゃいお猿さん。モンキー、うん、あ、マーモセットだ、うん、ほら、お猿さん。ちょっとうんちとおしっこ出てるからうんちとおしっこ、たまたまが見えるね。あ、かわいい、寝てる、寝てる。うわ、やばい、やばいのいた。いやー、なに、見る、気をつけて。ほら、なに、なに、なんだ、ワニ、ワニだ、いっぱいいる。え、口開けてるんだけど、あれって、え、オブジェ、オブジェじゃないよ。1,2,3,5,6,7,8,9,10 本物でしょ、あれ。うわー、すごい、1,2,3,5,6,7,8,9,10 下もいる、いっぱいいる、1,2,3,5,6,7,8,9,10 だいっぱいいるね、10匹いる。ワニめっちゃいる。あの口開けてるの怖いな。1,2,3,5,6,7,8,9,10 動いた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 よ。え、黄色いワニが、うん、1,2,3,5,6,7,8,9,10 めっちゃ数えてる何匹いる。いっぱいいるね。眠いのかな。眠いんじゃない、みんな寝寝してんのかな。うわあ、すげえ。動いてる。動いてるね。あ、ほらほら、泳いでる泳いでる。泳いでる。水を運んでる。怖いね。ほら、ご飯あげてるよ。ほら、見てごらん。うわ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 。間に合わなかったよ。間に合わなかった。ここ落ちたら死ぬな。死ぬ死ぬ。アラパイマだって。アーパイマ？うわー、来た。何か来たの？魚だよ。長い。長いね、大きいね。大きい魚だ。おー、モルモットと。モルモットとウサギが一緒にいるね。よしよし、してあげて。よしよし。大丈夫大丈夫、かわいいよ。大丈夫。おとなしいから。あ、そうそう、上手上手。そう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 、優しく優しく、優しく、優しくね。あそこはミニブタレースだ。ミニブタレース。ミニブタレース。いろいろとありますね。あ、突然のちょっとした遊具やね。本当だ。休憩場だ。グッズが売ってる。乗馬もできるんだね。え、あら、かわいい。お、降りる。お、
う早めに帰らな、雨が怖いから。そうだね、うん、そろそろ帰ろうか、うん、いや楽しんだな。ねえ、いいデカさやった。うん、いや満喫した。非常に楽しかったね。虎のオブジェはたくさんあるが虎はいなかったな。お前やな絶対いそうな感じやけど、はい、やるよ。はい、チーズ。ホテルに荷物預けてるんでホテルまで帰ります。はい、素晴らしいサイズ感で、もう親は疲れず、ずっと楽しいね。ちょうどいいね、うん、本当に広さが ちょうどいい。あの歩き疲れない感じの広さで、そう結構ギュッとなってて、あんなコンパクトやのに象も乗れたりするのがすごいね。ね、見どころ結構あって、そうしょぼくないのよ。でしかも金額も、ね、入場料が大人100バーツで、うん、はい、その100バーツで入ってその100バーツ分のクーポンもらえるから、実質入場料ただみたいなところある。確かにすごいね。うん、ライオンでかかったな。ライオンの子供、ネットで見た写真だとめっちゃちっちゃい赤ちゃんのライオンだったんだけど多分成長したんだろうな。成長したんやわ大きかったもんなでかかった、ここからホテルに戻って、うん、預けた荷物を回収して、ホテルの横になんかご飯屋あったから、うん、そこでご飯食べて帰ろうか。そうしようね、うん。ホテル戻ってきました。ここにね、ホテルの前にセブンがあるんだけど、こっち、ここら辺にご飯が結構入ってるっぽい。韓国料理屋にします。うわー、スンドゥブチゲいいな。迷うね、美味しそう。その腕相撲のトラ何なの？なんでこれを作ろうと思って日本だったら結構変だなって思うけど、うーん、タイだとなんか割とそういうデザインも全然受け入れられちゃうというか。なんやろね、なんかあるよねそういうの。まあタイだしこういうのあるよねみたいな。もうこのセミはもう嫌だった。セミの木やばいなそれ。めっちゃ嫌やった。わ、すごい、乗ってる。ゾウ乗ってたね。こう押さえてる腕、私筋張ってるわ。めっちゃ力入ってた。いやもう私もこんなんで、いやいやほんまに落ちると思って、もう落ちたら大怪我するやろうから。必死やったけど本人は怖くないよ、楽しいよ、あそこなんだとか言ってめっちゃ。すごいな。ほんで降りたら、クマちゃん。クマちゃん。クマちゃんタオル。やっぱりホットだし、ちょっと怖かったよ。感動したね、ゾウ乗ってる2人を見て。タイ来たな、ようやく実感したかも。念願だったもんな。ね、うん、なんかタイっぽいことしてなかったもんね。だしトニーはさ、うん、ゾウさんに会いたいってずっと言ってたから。言ってたね。念願叶ったよ。乗れるなんて思わんかったね。うん、すげー来た。めっちゃ来た。ここら辺はあれだからね、その前菜的な ね、あの韓国料理ある、頼んでないけど、うん、来るやつね。嬉しいよねこれ。おー、カレーうんま、うん、やっぱタイ住んで辛さ耐性ついてきたわ。慣れるらしいね辛さはね。うん、うん、うまね、うん、1年経ったらいろいろもっと見えてくるかな。なんか当たり前になっていくやんどんどん、うん、だから今うわーって思ってることが当たり前になって驚かんくなったりもするやろうし、うん、なんかもっとそういうのがつなぎ合わさってなんか一歩引いた時に、あ、こういう国ね、はいはいって分かる時が来るのかな。タイへの理解度が、うん、なんか見えてる部分と見えてない部分もあるやんか。そうだね、うん、まだまだ日本でもさ30年生きてさ結構全国いろんなとこ行ったけど、うん、まだまだ知らないこと多いもんな。多いな。じゃあ1年だけじゃ全く分からんかな。タイ日本よりでかいもんな。うん、
近いし、あのまずタイ人の人と接してないからさ、うん、分かりようがないかもね、うん、タイ人の友達を作ろう。そんなわけで今回はここで旅は終わり、帰りたいと思います、はい。まあ、あんまり観光地自体はそんなに行かなかった旅でしたけど、うん、久しぶりにこうホテルにね泊まって、まあ、プールとかで泳いだり動物園にも行ったりで、動物してたね。あ、そうだ ね、 あのアヒルに追いかけられてる姿はちょっと忘れらんないなアヒル東京の恋はちょっと悪夢になりそうや、ね、恋確かにねそのバンコクに来て3ヶ月、うん、やっと生活の基盤が整ってきて初めての旅行、はい、すごく楽しかったです。楽しかったです。はい、いいホテルでした。いいホテルでした。はい、ではこれから2時間半かけてバンコクの家に帰りたいと思います、はい、バイバーイ。バイバーイ。